わーお。はい、というわけで最近めちゃくちゃ流行っているこの超1、10、100、1000、万、10万大盛り豚マックスという、まあ、めちゃめちゃね、まあ、重っ、これてか重っ、ちょうど1キロぐらいですねこれ。でもこれパッと見大きいけど、実際ねこの見た目にやられてるんじゃないかと思うわけですよ。なんか俺的にはですね、これをもうブラックホール化する、圧縮して圧縮して粉にしてしまえば、これはもう一口で食えるんじゃないかと思うわけですよ、思うわけですよ、思うわけですよ。というわけで今回やりたい企画はですね、この超ペタマックスもブラックホール級にってこうちっちゃくすればポッてもう食べれる説ということでやっていきたいと思います。わあ、こういう感じね。これ体積は今2つ一緒なんですけど、粉にした場合とこのままの場合どれくらい違うのかっていうのを見ていきたいと思います。ほらほら見て、ほらこれ、こっちが砕いたやつ、こっちが砕いてへんやつなんですけども、だいたいこれ多分パッと見こっちを1としたらこっちがマジで 1.4 倍ぐらい体積がでかいことが分かりました。ってことはですよ、ってことは元々のペヤングが4184キロカロリーってなってるんで、多分これをめちゃめちゃ圧縮して圧縮して圧縮したら、体積的にはもう3分の2になるわけですね。3分の2になるんで、実質カロリーも3分の、まあ、なんとなくいける気がしてきたので、続いて全部粉にしていきたいと思います。ちなみに今のロジックで騙された人は小学生からやり直しです。いきまーす。こっち、おお、バックしまーす。あ、いい感じいい感じ、お、めっちゃいい感じやんこれ。ボーリング3番を持ってブラッシュマウンテッドネイルショット、はい、というわけで4パック釣り下ろしたペヤングがこちらです。はい、まず大地の恵みって感じ。うーわ、まあ、正直粉にしても多いもんは多いなって思ったんですけど、いきますよ。いや、水って入れるのはマジでバトルなんですよね、戦い、己との戦い。だから水を入れすぎると体積がその分増えて感触が難しくなってくるんで、おいー、あっち、あ、でも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 、え、これマジで、なんと、あっちー、すごいこれ、キネティックサンゴ、キネティック、固めたら、ふわーってなるやつ知ってるか、あれみたいな感じです。あっちー、ちょっと食っていい、キューバ水。水分入ってんねんけど、これあれだ、これでも口の中の水分が奪われます。すげえ、待って、でもさ、ほら見て、ほら玉になってる。え、ちょ、みんなにもやってほしいこれ。できました、ブラックホール一斤でございます。これで、これで多分ペタマックス僕でも完食できると思うんで、どこまで完食できるのか。どこまで、どこまで完食。じゃあ、食べていきたいと思います。大食いスタート。寿司スタイルでいただきます。マジで質の悪い海外の米って感じですね、これマジで。うん、でも、思ったよりはいけてる。思ったより。はい、1合目完食です。2合目いきます。素晴らしい。腹何合目ですか。腹 Y イコール 2X ぐらいでボーンって Y イコール 2T ぐらいで伸びてるから順調に。ガンバ、うん、何食べてんねやろ。キモいんすよ、めっちゃ。わかる。不愉快。そう。不愉快やっぱ確かに。
2枚目の後半、ペヤング換算でいうと今でこれ8箱あるらしいんで、そのうちの4分の1、4分の1やと2箱か。ちょっと味変もこの辺でしていこうかなと思います。柚子胡椒、うん、あ、おいしい。おぴ地雷感すごいな。じゃあもう応援まで3、2。あかん、あかん、これあかん。ペヤングがいいからマロビーズル。マロビーズル。だからこれを半分に切ったショートケーキ2つですよ。そうそうそう、そう思ったらめっちゃ簡単やんな。おー、ほらいける気がしてきた。すげえ、ほらケーキだ。え、でも結構来たと思う、マジで。うん、でもそれなくなったけど。これなくなった。これがそこにぶっ込んだだけで、なんかすんげえ希望の光だけど。あれ、なんか美味しそう。うん。でも、違う企画。違う企画やってる。バレた。いや、バレた。ただいま脳から命令がありまして、これ以上食べたらマロビーズルでって言われたんで、本当に悔しいんですけども、ここまでということで増援を呼ぼうかなと思います。はい。うわ、でも、はい、それでもまあ見たら分かる通り、どう考えてもヤバいやんな、これ。気持ち悪いわ。気持ち悪いわ、ほんまに。あ、その描写正しいっす。まあ、俺、おいしい。マジっすか。これはね、昭和世代に刺さる味だわ。相当いいもん食ってなかったんですよ。なんかね、市民プールからの帰りの音、駄菓子屋の味が全然わからない。いや、じゃあ、駄菓子屋って1年でもだってもう結構いける。マジっすか。結構いけるかな。そこなんですよ、そこ。そこ、そこ、そこ。だー、本当に食えるわ。鍋、鍋食べてください。じゃあ、鍋、じゃあ、騙されたと思ってよ。いや、これがうまいっす。下校です。あ、ほらほら。いや、なんでもいいやん、もう。なんでもいいやん、この人。お茶、お茶。やな、お前もティッシュ入れちゃうか。涙目、涙目がスフー言うてる。どうせいいっすね。状態上がってますね。状態いいっすね。状態いいっすね。状態良くない。今日健康診断引っかかっとるかな。健康診断引っかかった人、ペヤング絶対食っちゃダメですよ。俺これ無理。気持ち悪い。これあれや、助っ人の効力15分や。最初の15分だけ、15分だけや。うわ、ラストが来た。ラスト、彩りは綺麗。ラスト、じゃあこんだけ僕はもう責任持って食べます。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。触覚プルプルなんかやきつい。タピオカとかは。タピオカ、あ、好き好き。じゃあこれもいけんじゃん。え、タピオカとこれうわ、めっ、あら、パンパン。すごい。いや、でももっとあってほしい。レガさんも、まあ、食べて。レガさんも、まあ、足食べてこんな感じで。ペヤング入ってる。ペヤング入ってる。足ずっとこの状態で。そのくだりだったのに呼ばれたから。せつ。11時10 40分。俺なんか俺半日ぐらい。半日ぐらいもやってましたよ。やってる。友達いなさすぎ。最近誰と遊んでる？ペヤング。最近誰と飲みに行った？ペヤング。その友人であるペヤングも残りはわずか。お、これ食ったら終わり。おお、せーの。すごいすごい、男気がすごい。すごい、監督です。ごちそうさま。いや、おめでとう。というわけで、あの、お前老けた。